15分ほど前に丸亀港干潮時刻迎えております。潮位はこの時間帯非常に低いコンディション。ここからは上げ潮水面となっていきます。カードは後半です。第7レース予選競争、1号艇秋元悟、2号艇枝尾勝、3号艇松井茂、4号艇深川真嗣、5号艇原田幸也、6号艇重成和人、以上6名の対戦です。本番レースも4号艇深川は2号進入、その内側は枠番通り1号艇秋元悟が構えています。想定ボーダー 6.00 に対して大敗は禁物となりますインコース戦1号艇秋元、2コースに4号艇深川真嗣、後方まだ手を流しています。3コースに2号艇枝尾勝となっていきそう。こちらは3着以上の勝負がけとなるか。その2号艇枝尾が本番レース引いた3カドとします。2号艇枝尾のここは3カド戦、隣4コースに3号艇松井茂、5コース5号艇原田幸也、サイアウト6コース地元6号艇重成和人となっています。並びはスタート展示と同じですが、体型は2対4となりました。第7レース予選競争、内から1番4番ダッシュ、2番3番5番6番です。スタートしました。3コースの角2号艇枝尾が好スタート、その外3号艇5号艇も好スタートも、まずは出ていく2号艇枝尾のここはまくり、そしてまくり出そうと3号艇ですが1号艇ともつれた、内側ついた4号艇5号艇向こう上面に張ります。まずは先頭は2号艇枝尾が3艇身リード、2番手争いですがこちらやや混戦模様、外から3号艇松井、内側から5号艇4号艇となっています。さあ内から粘るのは6号艇重成、スタートは正常、一瞬にマーク先頭2号艇枝尾、2番手内側から5号艇原田が先取っていく、内側ついたのは3号艇松井でホームスレッ、先頭2号艇枝尾、そして2番手争いは3号艇5号艇並走、内側から3号艇松井、外からは5号艇原田となっています。後方6号艇1号艇4号艇、レースは2周目1マークです。焦点は2番手争いです。内側から3号艇松井、思い切って外前は5号艇原田ですが小さく旋回、小回りは3号艇松井、2番手リードを取っています。2弟子リード、3番手5号艇原田となっています。上位体系は2番3番5番の体制で、レースは2周2マークです。先頭は2号艇枝尾、2番手からは3号艇松井、内側つくか5号艇原田ですが、ここは2番手守っている3号艇松井、3番手5号艇原田となっています。上位体系は2番3番5番の体制、最終周回へと移ります。本番レースは3コースの角とした2号艇枝尾、一周一マーク攻めていきました。現在先頭2番手からは3号艇松井、3番手5号艇原田となっています。確定向こう上面です。上位体系2番3番5番の体勢となっています。水が相手の後方は6号艇4号艇1号艇、ラストコーナーへとレースを移ります。最終コーナー、先頭は2号艇枝尾、2番手3号艇松井、3番手5号艇原田、上位体系は2番3番5番、先頭2番枝尾五輪、2着3番松井、3着5番原田五輪、6番重成五輪、1番4番接戦で五輪です。